こんにちは、アドブロです。今回も匿名でいただいたご質問に回答していきたいと思います。今回はこちらですね、ガットのテンションについて質問です。自分の感覚ですが、ガットの張り替えをしてもガットの張り替えをしてもらう店によってテンションが違う感じがします。まあストリンガーによっても違うんでしょうけど、まあ、ちなみに某ショップで48ポンドで貼ってもらってますが、スクールだと43ポンドくらいで同じかなっていう感じです、ということですね。はい、まずはご質問ですかね。ありがとうございます。まあ張り上がりのその硬さの誤差を感じるんだけど、ということなんですけれども、まあ確かに現状、ストリンギングをお願いするとしたらスクールとか、ショップとかスポーツ量販店とか、まあはたまた、知り合いのホームストリンガー、まあお友達にお願いしたりとかっていろんな、まあ選択肢はあると思います。はい、まあいろんな依頼先があって、まあそこでまあ同じ数字を指定して、張り上がりに差があるのかっていうところになってくるとは思うんですが、まあそこをね、この動画では深掘りをしていきたいなと思います。なので、まあ、いろんなね、環境で張り替えをしないといけないっていう人には、少しこうヒントになるような内容も含まれているんじゃないかなと思います。で、まず結論から言うと、まあ、これは当然ありますということにはなりますね。はい。で、なんでかっていうと、やっぱりその、まあ、環境であったりとか、条件であったりっていうのが違ってくると、まあ、同じ、例えば、その、48ポンドなら48ポンド、まあ、50ポンドなら50ポンドっていうふうに指定をしても、で、なおかつ、ストリングやラケットが同じものであっても、張り上がりにちょっと差を感じるっていう可能性は当然これはありますと。で、機械だったりとか、まあ、張る人、張る人の持っている技術であったりとか、あとは当然、張り方や、まあ、設定、ですね、機械側の設定であったりとか、あとはそのキャリブレーションとか、いろんな理由によって、まあ、程度の、ね、差はあれど、基本的に感じられるかどうかは別にして、場所が変わればそういった差が出てくるっていうのは、まあ、すごく当然のことなのかなというふうに思います。で、その理由を、まあ、もう少しこう細かくせっかくなので解説したいなと思うんですが、まあ、こういった、機械だったり人だったり張り方設定キャリブレーションといったところで差が出てくるんですけれども、まあ、まず機械のところですね。で、ストリンギングに関して言うと、まあやっぱりその機械、そのストリンギングの精度ですよね。まあちゃんとこうテンションが出るのかどうか、50ポンドで貼った時にどのくらいの、硬さというか、どういうフィーリングに仕上がるのかっていうところに関して言うと、やっぱりその機械に依存している部分っていうのはすごく多いと思います。はい。で、機械にもいろんな種類があって、電動なのか手動なのか分動式なのか、はたまたそのターンテーブルであったりとか、そのラケットを固定するためのサポートの精度がどのくらいあるのか、ガタつきとかの大きさとかもそうですよね。まあ、1ミリしかガタつかないものがある一方で1センチガタつくものがあるとかってなってしまうと、それは当然テンション同じようには出ないですよね。で、あとはクランプの精度ですね。ストリングが滑らないように、とか、ずれないようにとかっていう感じで使うためには、まあ、しっかり固定できるっていうのがすごく重要になりますし、あとはそのストリングの巻き取り方ですよね。巻き取り方？ん？テンションのかけ方か。で、まあ、その巻き取ってテンションかけるタイプもあれば、ストレートに引っ張ってテンションかけるタイプもありますので、そういったところも、まあ、厳密に言えば差となって現れるという可能性はあります。で、まあ、精度が高くてガタつきが好き、精度が高くてガタつきが少ない機械を使えば、それだけこう、ロスする部分、っていうのは少なくなるので、まあ、しっかりテンションが出るのかなというふうに思います。はい、まあ、ここはまあ言わずもがなっていうところかなと思いますね。で、次に人であったりとか、まあ、技術の部分なんですけれども、まあ、例えばどのくらいの速度で貼るのかっていうのも影響すると思いますし、まあ、どうやってこうストリングを通すのか、まあ、よじれないようにちゃんと通しているのかとか、例えばクロス通すときにちゃんとこうね、擦れないように気を使って通しているのかどうかとか、まあ、あとはその結び目をどこに作るか、結び目のその精度ですよね。どういったこうテンションその掛け具合でやるのかっていうのも当然これも差は出ると思います。もう仕方ない部分もまああるとは思うんですが、まあそういったのをね、できるだけなくすために、まあ
ストリンガーの境界とかがあるんだろうなとは思うんですけれども、はい、であと貼り方ですよね。まあ一本針なのか二本針なのかとか、まあ基本的にはスタンダードな、まあ、二本針で貼るところが多いのかなと思うんですけれども、そうなってくると今度はじゃあまあ例えばクロスやるときに、どの順番で通すのか、どこからテンションかけ始めるのかとか、どの方向に通すのかとかっていうところにもこうお店とか人によって差が出てくる部分になったりはすると思います。まあ技術と関連する部分にはなってくるんですが、まあこれもね大いに影響してくるんだろうなと思いますよね。ボトムアップなのかトップダウンなのかみたいな、そういうのもあると思いますし、はい。で次に設定ですね。意外とここも重要なのかなと思うんですけれども、よくあるとは思うんですが、縦横で変えたりするっていうお店もねあると思うんですよね。多分どうだろう、まあ特にその大型の量販店とか大きいショップとかになると、もうそもそも全国展開してて全国で統一したルールで貼らないといけないとかっていうのも多分あったりすると思うんですよね。じゃあ例えば50ポンドで指定をしましたってなった時に、まあ、縦横両方50ポンドで貼るのか、横はじゃあ何パーセント落とすとか2ポンド落とすとかって決まってたりする場所もねあったりすると思うんですよね。なので、まあ、50ポンドと指定しても当然その横が48ポンドで貼ってあるところとね、縦横を、50ポンドで引っ張ってるところでは差が出てきますよねっていうのもあると思います。であとは機械の設定で、プレストレッチですね。まあ、ストリングどうしても初期伸びみたいなのは出るので、まあ、それをどのくらいの強さで引っ張って、あらかじめこうね、プレストレッチかけて、ロスが出にくくするのかっていうところの差もあると思いますし、まあ、それをやったりやらなかったりっていうのもねあると思います。はい。で次に、まあ、キャリブレーション、ここはもうそこまで言い出したらっていうところはあるんですけど、まあ機械系っぽいお話をすると、まあ本当に細かいところだと思うんですが、まあ同じその、設定にしても、まあ厳密に同じ力がそもそもかかってるのかどうかっていうところが、まあ怪しい部分にもなってくると思うんですよね。例えば、なんだろうな、そのストリングの引っ張る力50ポンドで、設定をしました。で機械が3つありますって、でその引っ張る力を計測できる機械があったとして、でそれぞれ測ったら実は何パーセントか、ずれてるものが中にはあったりする可能性はあると思うんですよね。50ポンドっていう単位で引っ張りたいのに、いざその外付けの機械で設定じゃないや計測してみたら、3台あるうちの1台は実は48ポンドでしか引っ張れてなかったですっていう、まあそんぐらいの力しか出てませんでしたみたいなね、そういう可能性はあると思うんですよね。まあ例えばその自動車でも、そのカタログ上なんでしょうね、じゃあ100馬力出てますっていう車が全部が正確に、100馬力出てるかっていうと、まあものによってはね、その、なんでしょう、98馬力かもしれないし、ものによっては101馬力出てたかもしれないし、でまあ当然その使用する機械消耗品なので、メンテ状況次第でその出力も変わってきたりとか、まああとはその最初に言ってた機械の精度そのもののところですよね。ターンテーブルのガタつきとか保持力とかっていうところも、まあね、関係はしてくるのかなと思います。まあこういった理由で、まあ当然その場所が変われば、違いっていうのは出てきますよねっていう感じになると思います。はい。でじゃあまあ理想を言えばね、そのなんだろう、一箇所で貼るっていうところになってくると思うんですが、ね、いつでもその同じお店同じ人同じ機械で貼れるかっていうと、まあなかなかみんながみんなそういうわけにはいかないと思うので、じゃあどういう対策が取りうるのかっていうのを少し考えてみたいなと思うんですが、どうなんでしょう、防衛策っていう言い方ちょっと大行かもしれませんけれども、まあ、可能ならその設定とかこういう風に貼ってくださいねっていうのを細かく伝えて、でそれを実施してもらうのが、そのなんだろうな、やりうることなんじゃないかなと思いますね。まあ当然自分で貼るわけじゃないので、ね、人にこうオーダーするときにできるだけ要望をしっかり伝えるっていうのが一番の予防策かなかなとは思うんですけれども、はい。で例えばその前のお店では50ポンドで指定したときには、縦横
両方50で貼ってたっていうのが分かれば、あの次行くお店でも、50ポンドなんですけど縦横両方50で以前引っ張ってもらってて、それが良かったんでっていうことであればそう伝えるのがいいかなと思いますし、貼り方についても例えば、そのある場所では一本針を押してもらってて、それで感覚が良かったっていうことになれば、じゃあ一本針の方がいいんで一本針でお願いできますかとか確認はした方がいいんじゃないかなと思いますね。で、あとはまあすっげえもう本当にめっちゃこだわるっていうことであれば、その結び目ですよね、ノットをどこに作るかっていうところもちゃんとこうね、把握できてるとよりいいのかなと思いますね。やっぱりそこの、結ぶ位置の違いによって若干ですけどね、違いを感じてしまったりとかっていう可能性も出てきたりすると思いますし、そういったのは、できるだけできるだけ同じ条件になるように把握して、実施してもらうというような感じになってくるかなと思います。はい。で、過去に何度も動画に登場していただいているライズテニスサービスさんに関して言うと、当然他の店舗から、新規の顧客さんが来たりすることはあるんですけれども、例えばそういったところが気になる場合はその、テンションメーターですね、を使って、測ってくれたりしますね。ちゃんとその使ってから測ってもあんまり意味なくはないけど、そういう測定の方法もあるんで、そういったので、どのくらいのテンションで今打ってたのかっていうのも見てもらうことができます。で、こういう話をしてた時に、どうしても難しい部分は正直あるとは思うんですね。で、お店を変える時はそういう可能性がありますと、違って感じる、向こうの50ポンドとこっちの50ポンドが同じように感じられるかっていうとそうとは限らないので、まずはその検証が必要ですということで、テンションメーターを使った計測もその一環としてあるみたいですし、一発目で100点にならなくても、1回目のその結果を踏まえて、じゃあ2回目でより良い感覚で打てるようにアジャストする、調整をするっていう、そんな風に、していらっしゃるそうですし、オーダーをする側としてもそういう感覚で、オーダーされる方が、よりね、満足度が高まるんじゃないかなとも確かに思いました。で、あとはもうそのそういったのがもうめんどくせえってなったら、なんでしょうね、ストリングマシン買ってホームストリンガーになるのがいいんじゃないかなと思います。はい。分動式で、最低限サポートがちゃんとしているものであれば、5万から10万ぐらい用意すれば、買うことはできるっちゃできるので、お店よりいい張りかどうかっていうのはちょっと難しいところですけど、条件を統一するということであればですね、ホームストリンガーになるのも一つの手なのかなというふうに思います。ということで今回の動画のまとめに行きたいと思います。今回なんですけれども、お店によってストリングのテンション違って感じることがあるという内容でした。で、実際、差を感じる可能性というのは当然ありますし、仕方のない部分もあるのかなっていうふうに僕は考えてます。機械が違ったり人が違ったり貼り方だったりとか、あとは設定が違ったりとかっていうところ、細かいところいろいろ違ってくる可能性はあると思います。はい。なので対策としては、できるだけ同じ環境で貼り替えるっていうのがまず一番確率が高いというか、簡単でとは言わないか、一番確実かなと思います。で、もしそれがやっぱりどうしても難しいっていう状況なのであれば、そのオーダーをするときにできるだけ詳細な設定とかっていうのを伝えて、再現度みたいなのを高めてもらう方がいいんじゃないかなと思いますね。縦と横のテンションとか張り方とかっていうところは、可能な範囲で、細かくしてできたら やった方がいいんじゃないかなと思います。で、あとはテンションメーターとか、その機械に頼らない言い方は違うな、そのストリング貼ってる時の数字だけではなくて、貼り終わった後に計測をする方法とかもあるので、そういったのを活用するのも一つかなと思います。はい。で、あとは自分で貼ってみてもいいんじゃないかなっていう、そんな感じですね。都内とかだと持ち込みで自分でラケットとストリング持ち込んでストリングマシンだけ借りて貼れる場所もあったりしたんで、
まあまあそういう環境がある人は一度トライしてみてもいいんじゃないかなと思います。ということで、まあ今回かなりざっくりした内容にはなるんですけれども、そういったね、いろんな場所でストリンギング張り替え出している人にとっては結構気になる部分だったりするのかなと思いますので、まあ、少しでも参考にしていただけたら嬉しいなと思います。はい、まあこういった部分もしもっと詳しく相談したいっていう人がいらっしゃって、なおかつ千葉市に足を運ぶことがあったらライズさんとかにもちょっと相談してみたらいいんじゃないかなと思います。まあ僕は別に張りのプロとかではなくて、本当に趣味で張り替えてるようなタイプの人間なので、まあ、うん、偉そうなことは言えないしあれなんですけどね、困ったらプロに相談されるのがいいんじゃないかなと思います。ということで今回の動画以上です。それでは。